します。大変お待たせいたしました。栗きんとんと抹茶のセットでございます。やっぱり美味しい、ね、秋がスタートしたという感じです。いい子だね。ツーショットは撮れないよ。にゃんこの感触が忘れられない。こっちが七福、これが川上屋、これが松月堂です。いただきます。じゃあ一番手前から。見た感じはなんか色の違いとかしか分かんないか。最後松月堂さん、一番色薄く見える。どれも美味しいや。多分細かな違いはあると思うんですけど、うん、どれも美味しいです。
これ食べてからの専用のほうじ茶飲むとめっちゃ美味しい。あー、秋の味覚大好きだ。はい、ではここまで見てくれてありがとうございました。秋の味覚に感謝。